はい、大楽の窓です今回の話題日本が裏で手を回し謝礼献金をしていた韓国国民歓喜の嵐相変わらず嘘で日本を貶としめることしか考えないお隣さんの政治家マスコミそして国民まとめて今回も突っ込んでまいりたいと思います。 チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また同時にツイッターもやっております。こちらでは YouTube では配信しきれないこともバンバン発言しておりますのでぜひ合わせてフォローをいただければと思います。それでは早速今回の話題です。今回はですね、時事トコムから見てまいりますけれどもこれ非常に大事なニュースなんですけれどもまたこれ非常に短い 文章となっておりますどうも日本のメディアはですね重要なことに限ってまあ重要と言っても私たちにとって重要なことですけれどもねそういうものに限って短いという傾向もねあるんじゃないかなというねそのように私は思えてならないんですけれどもとにかく今回の記事を見てまいりますはいこちら外務省は22日東京電力福島第一原発事故で生じた処理水の海洋放出をめぐ 日本政府が国際原子力機関 IAEA に100万ユーロ以上の政治献金を行ったなどと一部外国メディアが報じているとしてこれを指定する報道発表をしたと。 いうことでねまたいつものいつもの嘘つきだと思うんですけどもねここにはこれ外国メディアとしか書いておりませんけれども言わずもがなでありますよねこれは韓国メディアであります報じたのはねこのようなことを報じたのはお隣さんだということでありますまあねそういうこと自体は今更驚くことでも何でもありませんけれども毎度問題なのはこれ日本政府側の 反応でありますよね対応でありますよねはいこんなことを言っているということです事実無根でありあ当たり前ですよね事実無根であり日本政府としてこのような無責任な偽情報ルフに対し強く反対すると強調した同省関係者によると韓国のインターネットメディアが報じ 拡散していいいるというととううことであります日本政府もまたいつもの調子ですよね、これまたね本当に相手が韓国政府だろうとマスコミだろうと当てはめる言葉をねちょっと変えているだけですよね、まあ、相手がね今回は向こうの民間メディアということですから遺憾という言葉はね使っていないとは思いますけどもまあ遺憾よりはいいですかね反対するという方がね基本的なただ姿勢は変わらないと思います。 そもそも汚染水などとですね風潮被害を拡散する思想自体あちらのマスコミも反日活動家と同じなわけでありますがその反日活動家団体に資金を下ろしているのがあちらの政府ということでも全部つながっているわけですよね。 マスコミだけの責任にしてごまかそうだってそうはいいかないといいうことですはい、そして続きもあります出所不明の文書に基づき日本外務省幹部とされる人物が日本と IAEA 第三国専門家の意見の相違を解消するために献金したと発言。 IAEA、e、最終報告書の結論は最初から絶対安全と決まっていると述べたなどとしているということでねごろから妄想虚言作文だらけなのはねもうこれいつもの話でありますけれどもただ、今回驚いたのはこれ IAEA を相手に賄賂のようなね性質のお金が流れたとこういうことをね言っております。このの発想もすすごいですよね ありえませんけれども国際原子力機関の結論がですね金で変わるとこの人たちねこういうことを堂々と言っているわけでありますけれどももしそんなことになったらもうこの世も終わり世界も終わりだと私は思いますけれどもねまあただこの人たち半島下半分の人たちはですねそういう考えが思い浮かぶ。 そういう思考の中に常日頃いるということでこういうね選択肢もあろうというね発想になるわけですよね日本もそうしたに違いない自分たちだってもしかしたらそうやるというそのね裏返しだと思うわけでありますけれども思い浮かんだことは事実かそうでないかにかかわらずとにかく彼らは証拠があろうとなか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 ろうとですけどもね日本に対しては常日頃ですね。 何でも言ってのけるというとりあえず言うということですよね彼らの言うところの精神的問題最優先これがね、まあ、これより前の動画でも大落取り扱いましたけれども彼らは堂々と精神的問題が最優先だとこういうわけですよね政府だろうとマスコミだろうと反日活動家だろうとあの人たちは感情のままに言い出すわけであります相手にねこうしててぶつけけくるわけです。 まあこういうことがあるたびに相手にする必要なんかないんだと彼らのねこういう意見なんか取り合う必要はないというねそんな意見もあると思いますの楽落チャンネルにもねこちらのコメント欄にもよくそういう意見をお寄せいただくことがあるわけでありますけれども対落は 必要大わりだと思ってね、今回も含めてこういうニュースを取り上げているわけであります。まあ、日本政府はいつもの遺憾レベル、今回はマスコミ相手だから反対するみたいなね、こういう証言でしておりますけれども、まあ、ただ最低限、日本政府もね、この程度ぐらいはね、言ってもらわないと困るということであります。ただ、政府がこの程度で終わらせるのであるならば、 日本国民はもうじゃんじゃが抗議の声をねさらに上げないといけないということです。バカは放っておけばいいみたいなねそういう話では済まないわけですよねこれ、当事者が日韓だけではありませんからね特に今回の話題 IAEA、e、も巻き込んでいるということです日本がもしもね仮にこれを放置して相手にしないと否定もせずにですねただ、黙っていたら。 それこそですね痛いところ疲れたとばかりにですね向こうの人間はですねほら痛いところついてやったぞということでこれはやっぱり事実なんだと騒ぐだけであります日本は逃げたと言いますそうなったら日本国民のみならずですね国際原子力機関の立場が丸潰れです。 ここは日本が猛抗議それこそ猛抗議しなければ完全否定しなければ嘘つき国家を潰しにかかるぐらいにねやらないと正しい行動とは言えないわけです。 相手にしない放っておけばいいなんていうねそんなこと言ってる場合じゃありません半年も半分の連中は自分たちこそその類の手を使ってですね IAEA、e、に常日頃日本を貶としめようとさせようとですねそういう結論を出させようとしてるんじゃないかとさえこう思ってくるわけでありますけれどもね。 ななんじゃないでしょうかさてそんなでったらめを平気で報じた半島メディアに向こうの国民はねこ,こ,れこんなことを聞いた国民はどんな反応をしているのかということで今回も見てやろうじゃないかと思うわけです皆さんもこれを聞かれたら正直、救いようがないなと思うかもしれませんけれども今回もご一緒に突っ込んでまいりたいと思います。ははいまず一人目 大韓民国の熱心なマスコミが真実だけを明らかにする国民は共に応援していますというねこんな意見ふざけてますけどもねそれから日本は信じられないこの民間メディアもっと探査だけが真実を追求してくれるそれから日本の外務省まで名を轟かせる我が国の民間メディアの追求力素晴らしいそれからもう一つ本物のメディアによる追求は我が国民の ほこりでですとというこ,とで、まあ、こ,こまで、ね、まずは4つ黙ってね突っ込まずにコメントだけを読みましたけれどもいいですね乗ってきましたねあちらさんもねそろそろね。 ムン・ジェイン政権時代の我が国はついに世界の先進国になったのだとかですね世界が我が国の骨格をついに認めたのだというねそういう度か違いして歓喜していたあの頃をですね彷彿とさせるそんなコメントがを並びますけれどもね実はこの手のコメントこれだけじゃありませんけれどもそんなもんいちいち全部読んだらキリがありませんそれからちょっと毛色の違うコメントもね読みますけれども。 当然何か裏があるとは思っていたがここまでの真実が隠されていたとは世界中のメディアにこの真実を報道するように拡散しなければならないとこういうことを、ね、言っておりますけれども必ずこうなるんですよねですからね黙ってたら日本が。喧伝しようと次には、ね、必ず喧伝しようとこうなるわけです。も,もここまででってる人らはですね これを嘘だろうだなんてねこれっぽっちも思っていませんからまあ、ね、かわいそうな人たちだなぁと思う一方ですね日本としては本当に気をつけなければならないというところですよね。とにかく自分たちの力だけでは何にもできない地域なんでだから日本にもねこうしてこういう嘘を吹いしてたかるとたからざるを得ないということでこういう話題をじゃんじゃかじゃんじゃか出してくるわけです。はいそれから 定期購読者として誇りに思いますということでねこの人この発表ね嘘の発表をしたところの定期購読者だということですよね購読しちゃってるんですかすごいですね。日本でではももう例えばですよね少なくとも紙の新聞 例えばね、まあ、朝日だとか毎日だとかそういうものですよねそういういものを取ってるよと未だに撮ってるよという人はだいぶね少なくなっているんじゃないでしょうかね私はこっちにもう20年以上いますんでね分かりませんけれどもそのように想像しますがあの紙の新聞ですよね定期購読まあ毎日ね配達されるわけでありますけれども昭和の頃はそれこそチンピラ前のようなね類の輩が。 訪問ししてててきてですね関与すねねねるそういういいことを、ね、やっていましたよ、ね、もうさすがにあんな光景はないんでしょうかねないと思うんですけどもね私はそうあくまで想像ですけどもねよくもまああんなことでもね今振り返れば平気でやっていたもんだと思いますけれども 今となってはねまあそれもわかるような気がしますよね朝日だ毎日だと言えば反日左翼系のゴロつきだと変わらないということですからやっぱり納得してしまいます今頃になってですねはいそれからさすが我らのもっと探査ですこのスクープに日本も慌てているようです <laughs> そりゃそうですよね根も葉もない嘘をですねいきなりこうして疲れたら 驚くに決まっています、誰だって、ただ次の瞬間、またおうそかとこのようにね日本人はなるわけでありますけどまた始まったというところでありますけれどもねいちいち指定するだけでもねもう本当に面倒くさいよというお気持ちはねそう思う人たちもたくさんいると思います実は私も本当のところはそういう気持ちもありますけれどもただね そうも放っておくととんでもないことになるのはもう過去の事例から分かっているわけです。はいそれから日本がこれほど素早く反応したということはもっと探査の報道が事実だということだということで何を喜んでるんだかよく分かりませんけれども無視してたら無視してたで黙ってたら黙ってたでですねまた同じことねやっぱり図星だとこういうことをね言うに決まっているわけです。何より今回は 国際原子力機関まで、ね、巻き込んでいるそんな話ですからなおのことこれ素早く対応しないとそれこそですねもらい事故はもらい事故なんですけれども日本のせいになってしまいますからね IAEA、e の,ね、の名誉を傷つけるみたいなことになってしまいますからとんででもない話でありますただねそういうことはねお隣さんは理解すらできないということなんですよね。 なんとまあ単純な人たちだと思いますけれども向こうの問題というのはひとたびこうして気持ちの良い自分たちに都合の良い話が浮上すると絶対 実際にそれをね後でそれが嘘だと分かってもですねまあ、実際にはそういう事実が出ても分からないわけですけどもね彼らの意識の中ではただね、ね絶対に否定はしないというねそういうお国柄でありますですから、後々その嘘がばれてね国民が裏切られたなんていうねそういう大炎上というのはまずねほとんどないわけです。 一生それを事実だと信じてですね、そして後世にまで伝えていく。それがね、彼らのパターンですよね。本当にだから私は可哀想な人たちだなと、このようにね、言うわけでありますけれども、ただ万が一覆る場合もありますよね。向こうがね、激怒して大炎上になる。それはですね、例えば慰安婦合意のお金をネコババしたなんていうね、そういうお金絡み。 自分たたちちのお金がねねどっっっか行っちゃよよとこう怒る時ですよ、ね、そういうときにはですね大炎上するわけでほんと分かりやすい人たちだと思うわけですけれども大落もここのところ、ですねこの話題処理水、海洋放出に対するですね半島、下半分の人たちの風潮市街罵倒などのニュースを立て続けにですね取り上げておりますけれども。 それはね私なりにもね思うところがあってこうしてね何度も取り上げているわけであります新しい話が出るたびにねこうして取り上げているんですけれども彼らはこのネタを何としてもですね慰安婦、徴用工に次ぐ日本に対するゆすりたかりの長期ネタにしたいこう思ってるに違いないわけです、政府は。ですね 現在の政府が堂々と IAEA が安全性を認めたというその結果に対してさらに自分たちが科学的に検証するとまあ要はね算数で言えば健算のようなもんですがそういう確認をすると言ってみたりまたはですね前政権だった共に民主党の現党首、立財名などもですね福島処理水の放水は 全地球規模の脅威だなんて言い出してみたりですねあるいは太平洋の海流が逆流して向こうの、ね、日本海側の半島にまで押し寄せていくぞとあるいはですね福島沖の海岸には放射能まみれでその海水が蒸発してですね雨、雪になって向こうの半島まで届いて半島全土に降り注ぐと言ってみたりですねもうでったらめめちゃくちゃですよね。 今回の IAEA をも侮辱した無うの報道でありますけれどもこれを機に国際社会から本気で叩き出すそういう時期に来ているんではないかなと私はね思うわけでありますけれども皆様はいかがでしょうか。ということで今回もここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。 チャンネル登録よろしくお願い申し上げますまた今回も皆様のコメント楽しみにお待ちいたしておりますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ